こんにちは、シュンディです。今日はですね、アニヤ誕生10周年記念の商品、アニヤ10周年記念メモリアルセットを見ていきます。10周年記念商品、多分ね、今後いろんなのが出てくるんじゃないのかなと、期待してるんですけど、一発目はですね、この、動物フィギュアセットでですね、外から中が見えるようになっててかっこいいとにかくこの箱がね、かっこいいね。高級感あって。で、この、なんだろう、この縁の部分が、ちょっとこう、ゴールドっぽいね、カラーになってて。で、右下には、アニヤアニバーサリーって、こう、10周年のロゴ、マークがあって、これが素敵。これ嬉しいね。で、この、バッグは黒カラーとなってて、いいね。で、くるっと回して、後ろには、この、セットのフィギュアの写真と、あと稼働するところが書いてて、はい、こんな感じとなってますね。このセットね、アニヤ10周年を記念して誕生当時のラインナップから7種を復刻したみたいで、さらに特別カラーのライオンを加えたセットになってて、誕生当時のフィギュアをね、ラインナップに入れてるんで、色ももしかしたらね、形も全く同じなのかもしれない。で、新しいのがこの特別カラーのライオンになってそうですね。では取り出します。で、今回ね、僕この商品タカラトミーモールでネットでね、注文して買ったんですけど、家の近くのトイザラさんでも置いててですね、で、今ちょうどね、アニヤ商品をね、一度に税込み1000以上買うと DVD がもらえるっていうキャンペーンやってるみたいなんで、ね、こちらの商品ね、購入予定の方はね、できればこうネットで買うよりお店でね、買った方がいいと思います。DVD もらえますからね。透明のケースにこんな感じで綺麗に収まってます。まずはライオンから見ていきます。全長がね、約8センチで、で、ポーズは立ち止まってるポーズになってて、最近のフィギュアとかね、すごい動きのある、こうね、なんか走ってそうな、まあそういったね、ポーズのフィギュアとか出てるけど、アニヤ発売当時はね、こういったこう、なんだろう、ボート立ってるような、まあそういったフィギュアの形が多かったですかね。尻尾がね、ダラーンと垂れてて、先端はね、ふわっとしたね、形になってますね。で、体にこう筋が入ってて、この辺のちょっとムキムキ感なんかね、発売当時からよくできてますよね。またね、色が綺麗ですよね、アニヤね。塗装が本当によくできてる。で、ライオンの特徴的な縦髪、ふさふさした感じになってるよね。こう触ったら硬いんだけど、ふさふさしたね、形にちゃんとなってて、また塗装も綺麗ですね。そしてこの迫力の顔、かっこいい。この目の周りがちょっとこう白くなってるのがいいですよね。で、口が開閉するギミックがついてて、はい、こんな感じで、下顎のこの前の方には歯があって、ちゃんとね、下もありますね。上顎は歯ないね、これ。歯ないですね。はい、閉じるとこんな感じ。もう顔がめっちゃ変わりますもんね。開けるとね、はい、こんな感じ。で、足裏には肉球があって、かわいすぎる、ね。僕が持ってるライオンちょっと持ってきました。これ色違うね、ちょっと。色違う。どのタイプだったかちょっとね、ごめんなさい、忘れちゃったんだけど、形は全く同じなんだけど、色が少し違う。はい。まあ、体は本当同じですね。筋の入り方とか同じで。で、さっき言ってた躍動感のあるね、はい、動きのあるこのライオンっていうのもいてですね、はい、これと比べると形が全然違う。こっちかなり進化してるでしょ。ね、体のこのムキムキ感とか、ムキムキ感なんかもね、すっごいよくできてますよね。次はね、全長 9.5 センチの虎を見ていきます。色、綺麗な色してるな。またこの虎柄がかっこいいですね。尻尾さっきのね、ライオンと形そっくりですよね。下にダラーンと垂れて、こう先端が上向いてるっていう。で、体にはこの虎柄ですよね。あ、下までちゃんと入ってる。で、この肉球もね、綺麗に塗装されてますね。で、頭はこんな感じ。目がね、緑色になってて、この正面から見た時のまん丸としたこの形がね、可愛いですよね、トラ。ライオンとトラ派、多分ね、分かれると思うんだけど、どっちですか、皆さん。僕ね、トラ。トラ好き。で、口が開閉するようになってて、はい、開けると、あ、これ、さっきのね、ライオンとちょっと違う、舌がなんか小さく見えるね。で、あと、歯がね、歯が下顎のところ2本しかないね。鼻の周りの、このヒゲが生えてるところらへん、ここね、斑点になってて、ね、細かい塗装になってますよね。
いや、めっちゃ可愛い。耳の形とか、すごい可愛い。その前足のこの背中部分、ここボコボコっと膨らんだ。この辺の造形なんかも、よくできてますよね。次はね、全長約9センチの白サイを見ていきます。僕ね、このフィギュア持ってないんで、めっちゃ嬉しい。で、インドサイね、持ってるんで、ちょっと並べるとね、はい、こんな感じで、形進化してるよね。なんかね、やっぱね、肌のこの細かいボコボコとか、シワの感じの作り方が、すごいなんかね、こうレベルアップしてるんですよ。また、頭のね、形なんかも、ね、この最近のやつはね、すごいよくできてますよね。まあ、これもね、新しいんだけど、そう、誕生当時のフィギュアはね、多分こんな感じだったんだと思いますね。白サイのお尻、すごい迫力。で、体もポテッとした体になってますよね。で、足がね、意外とこの膝下は、ほっそりとしててですね。で、目がね、すごい優しい目になってるんですよ。耳がピンと立ってて、めちゃ可愛い。そう、大きな角が生えてるんだけど、ね、ここは、体と同じ同色のこうグレーカラーになってて、こう2本ね、生えてますね。この口元のシワがめっちゃリアルでいいよね。で、白サイは、そう、首がね、上下に動くようになってて、横は少し動くけど、これ動いてるうちに入んないかな。上下ですかね。上下に稼働するようになってましたね。ね、ウサギなんですけど、2匹入ってて、1匹は、はい、こんな感じでね、こう座って、ぼーっと何かを見てるかのような、ポーズになっててですね、かわいい。で、体はこうなんだろう、ちょっと薄い黄色カラーになってて、目がね、クリクリで、すごい可愛いですね。で、この子は、首がね、動くようになってて、あと回すこともできますね。で、もう一匹の方は、こう、ジャンプしてる時の、こう、動きのあるね、形になってるウサギになってて、こっちもいい。あの、エトアニアのセットと同じ形ですよね。そう、一匹は座ってて、もう一匹はこう、ジャンプしてるような、こう、走ってるようなね、ポーズのウサギが入ってたんですけど、エトアニアのセットと同じですね、これね。次ね、僕ね、動物園に一番こう観察時間が長い動物、アフリカゾウを見ていきます。持ってるね、アフリカゾウね、もう結構古いからね、ちょっとこう汚れちゃったりしてるんだけど、色はね、多分ね、変わってないと思うんだけど、どうなんだろう、ちょっとこう青みが強い気がしますからね。まああんま変わんないけどね、形は全くこれ同じですね。アフリカゾウね、体が大きくて、めちゃかっこいい。やっぱこう、初めてアニア買う方で、このゾウを、アフリカゾウを買ったっていう方も多かったんじゃないですかね。で、体にはですね、シワがいっぱいあってですね。で、左の前足がちょっとこう前に出てるから、なんだろう、ゆったりこう歩いてる時のポーズになってるんだと思いますね。で、大きな耳に、目がこの子もクリクリで、ちょっとこう光ってるようにも見えてね、すごい。なんかほんと生きてるじゃないけど、ね、リアルな、造形になってますよね。長い鼻、この上のところシワシワになってて、なんと動かすことができるようになってて、先端部分はちゃんとね、鼻の穴があります。で、両サイドからこう牙が生えてて、あと口がここ、ちょっとわかりにくいけど、ここにあって、ちょっとニコッとね、笑ってるような表情にも見えるね、形になってましたね。次はカバを見ていきます。全長がね、8.5 センチとなってて、僕の持ってるカバのフィギュア。はい、こちらも結構古いからね、結構汚れてるんだけど、並べると、色ね、あ、やっぱ濃いね、この子ね。この子濃いですね。ただまあ、色同じですよね、多分ね。カバ後ろから見ると、すごい迫力。お腹ね、ポコってここ、膨れ上がってるでしょ。めっちゃ大きい。ねえ、むっくりとした体になってるね。で、短い足がまた可愛いんだよな。で、首のところがね、シワシワになってて。で、頭ですね、こう耳がピンと立ってて、ちょっとこう、眠たそうなね。この表情もいいよね。口がね、開閉するようになってて、開けるとこんな感じ。めっちゃ開くんですよ。で、口の中には、歯があってですね、上顎のところにも歯があって、この歯でね、オス同士戦ったりね、カバはするみたいで、あとね、昼間は、水中で生活するんだけど、夜になるとご飯をね、
食べに行くみたいで、で口の中にこれ舌もあるすげえ、めっちゃ大きい。やっぱこの閉じてる時より開けてる時の方がこのフィギュアはかっこいいですよね。かわいいレッサーパンダを見ていきます。色がね、こう下が黒で上が、なんだろう、こう黄土色のようなカラーになってて、尻尾のところはね、こう柄が入ってますね。僕の持ってるレッサーパンダと比べると、あのね、形は全く同じなんだけど、これ色がね少し変わったのかな。これ新しいからね、ちょっと色変わってそうですね。レッサーパンダね、尻尾がポクって膨れ上がった感じになっててね、めちゃ可愛いね。で、あとこうね、稼働するようになってて、で体はふさふさしたね、この造形になってて、で耳が大きい、で顔、はい、こんな感じえ、怒ってないなんかね、怒ってるように見えるんだけどね、なんか口開けてめっちゃ威嚇してるような表情に見える。でちょっとこう目がね寄ってて可愛いねいいね、目が寄ってて可愛い。はい、で足裏はこんな感じ、ちょっと白くなってますかね。最後は特別カラーの、ライオンです。色がねこれ白なんだけど、パールが入ってて、体がねすごいキラキラしてる。で1体目に紹介したライオンと形はね全く同じですね。もう色が変わっただけ。ホワイトパールのライオン、めっちゃかっこいい。なんかちょっと神秘的ですね。で、尻尾の先端は、ちょっと黄ばんだ色になってる。でも白っぽい色になってて。はい。で、体ね。こう、わかりますかね？これ、キラキラしてるの。で、こう、ちょっとムキムキっとした感じとかね。やっぱかっこいいですよね。ふわふわの縦髪はですね、これ、ゴールドパールが使われてるんですかね。ちょっとこう、黄ばんだ色になってて、この体の色とはちょっと違いますよね。で、この、顔の部分は白っぽくなってて、そう、ここね、縦髪と同じ色じゃなかったのが良かった。よく考えられてるよね。これもね、この縦髪のちょっとゴールドっぽい色だったら、なんかおかしかったかもしんないけど、この白がいいね。で、口が開閉するようになってて、はい、開けるとね、こんな感じとなってますね。やっぱ開けた方がね、かっこよくなりますね。こちらアニア10周年を記念して誕生当時のラインナップから7種を復刻して、さらに特別カラーのライオンが入ったアニア10周年記念メモリアルセットをご紹介しました。動画始めにも言ったんですけど、まあ、今年アニアはね10周年ということで、今回はこの動物フィギュアがねこう出てきたんですけど、10周年ページは随時更新って公式サイトの方に書いてるんで、今後多分ね恐竜とかなんか出てきそうですよね、っていうか出てほしい。で、あとで今回のようなこの豪華セットもいいけど、なんか単発的なね、なんかちょっと新しい単体フィギュアなんかもね出たらいいんですけどね。また公式サイトの方ね、新しい情報が公開されたらご紹介したいと思います。で4月2日からですね、毎週日曜朝9時から冒険大陸アニアキングダムが、放送されますんで、これめっちゃ楽しみですね。ぜひね皆さん見ましょうね。今回はこの辺で、よろしかったらコメント評価の方もよろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。